方針党ですよね。これはまあ正面混合ですね。まあ実月がついて、まあ随運、まあ十字歩行、まあ輪、宝珠、蛇、まあ剣かな。なかなか立派ですね。まあ足の部分がね、まあ肌色っていうかな、朱色に彩色されていますかね。まあ基礎石の部分にはね、まあサンザルですかね。まあニワトリもね、まあ向こう側にいらっしゃるんですよ。こちらも同じですね。まあ聖徳元年うさぎ年、そしてこれはあれですね、この前まあ白川のとこで見つけた、まあ蛇を2匹持っているっていう、こういったものと同じですね。確か聖徳元年でしたよね。まあ実月に、まあ宝珠に剣に合掌。まあ足の元にはね、ニワトリ2羽、まああとは聞かざると見ざる、こういった感じですね。そしてまあ不動明かなって一瞬思うんですけど、まあ後輩の部分がね、まあ普通に、まあ、船形後輩だし、まあ火炎後輩になってませんよね。まあこれもまあ正面混合でいいと思いますけどね。向こう側はね、まあちょっとはっきりしないんですけど、まあ尺状を持っていて、まあ左手には宝珠なのかな。で右側の銘文がですね、まあ行者っていう文字が見えるんですよ。本山かな。まあ行者さんの墓石なのかな。はい、このような正面混合、そして立派な後進と、はい、富士城赤道を見に、天然記念物五足っていうんですかね、本郷五足。はい、はい、高崎市指定天然記念物、まあ、昭和63年5月16日指定本郷、まあ五足でいいのかな、のかや。こんな大きなかやの木、すごっ、実がなってますよ。ほら、これカヤの実。これね、剥くとね、実が出てくるんですけど、その実はね、まあ小脳みたいな、まあ、煎じて飲むとね、虫下しになるんだそうです。いいね、こんだけ。
岡屋。なんかね、葉はね、もみの木に似てるんですよ。ね。はい、大岡屋でした。市の天然記念物です。はい、天然記念物、大岡屋がこちらにあります。まあ、こういった場所なんですけどね。こちらにはね、まあ、典型的な六地蔵石堂です。まあ、ここね、童心とか竿とか言うんですけど、なんかまあ、っすぐでなくて、まあ、中央の部分が膨らんでいて、まあ、帯状にね、まあ、くぼんでるっていう、こういった特殊な形状をしていますね。これもまた珍しいかもしれませんね。まあ、中台が来てね、まあ、岩部、六角柱、一面にね、まあ、一体ですお地蔵様。石城に宝寺、軒の部分にもね、まあ、なんていうかな、デザイン的なね、彫刻みたいなものがあります。こちらが正面なのかな。これ記念目だと思いますけど、これは京の字でいいですよね。これは上佐田上京3年かな。こういったね、六地蔵石堂。あとはもうほとんど墓石だと思われますね。元文2年。念仏供養塔、9月、まあ吉日かな。こういったものもあります。まあそちらにもあることはあるけど、ちょっと薄くて読みづらいですね。一般的なね、赤道のね、まあ、同心部分にはね、中央にこういった、まあ、節っていうかな、まあ、こういうのがあるんですよ。
ね、面白いよね。帯状の、まあ、腹巻きみたいだね。ご視聴ありがとうございました。